第2代ステア伯爵ジョン・ダル・リンプルは、スコットランド出身の軍人、外交官。大同盟戦争とスペイン継承戦争で従軍した後、パリ駐在のイギリス大使を務め、続いてオーストリア継承戦争のデッティンゲンの戦いに参戦した。第2代ステア子爵ジョン・ダル・リンプルとエリザベス・ダル・リンプルの息子として生まれた。1682年4月に銃の事故で誤って、 兄弟を殺害してしまった後、オランダに移り、ライデン大学に入学した。大同盟戦争で、アンガス白爵連隊に志願兵として、従軍、1692年8月のステンケルケの戦いに参加した。ステンケルケでの戦闘では、戦列が大砲に崩された時、彼は連隊の陣容を何度も整え直した。1695年に、父が、 ステアシャクイを継承すると、彼はステアのマスターになった。1702年5月12日、この F 票第3連隊の中佐に任命され、マールバラ公爵と共にスペイン継承戦争に参戦、同年8月のピールの戦いと9月のフェンドーの戦いに参加した。フェンドーでは、ヘッセンカッセル砲白しフリードリヒの命を救った。1703年に、父が、 初代ステア伯爵に辞されると、彼はダルリンプル死爵の儀礼称号を得た。1706年1月にアンガス伯爵連隊の隊長の任命された後、5月にラミーの戦いに参戦、1週間後の6月1日に順勝に昇進した。続いて8月24日にスコッツ第4竜起兵連隊の隊長になり、1707年1月に 父が亡くなって、第二代ステア伯爵になった。同年に成立したグレート・ブルテン議会では、十六人のスコットランド貴族代表議員の一人に選出された。一七八年七月のアウデナールでの戦いと、同年秋のリール包囲戦で一旅団を率い、翌年の元日に少々に昇進した後、九月のマルプラ家の戦いで再び一旅団を指揮した。一七八九年冬。 マール・バラコーは彼を外交官としてポーランドをアウグスト2世のもとに派遣した。その後、彼は西欧に戻り、1710年4月のドゥーエー、包囲戦に間に合った。同年6月1日には中将に昇進、1711年8月のブシャン、包囲戦にも参加した。同年、失する勲章を授与された。1712年4月、 フランドル地方へ派遣され、1714年4月9日に国流騎兵連隊の隊長に任命された。1714年8月にジョージ一世が即位すると、ステアハクはイギリス大使としてベルサイユのフランス宮廷に派遣された。しかし、同年11月20日にスコットランド軍最高司令官に任命されたため、一時は呼び戻されていた。サンシモン公によると、 ステアハクはすぐに若い類15世の摂政オルレアン公フィリップ2世と友好的な関係を築き、1717 17年の三国同盟につなげた。パリにいる間、ステアハクが放ったスパイはジャコバイトによる様々な陰謀の妨害に成功した。ステアハクは1720年6月にイギリス大使を辞任した。1729年、スコットランドのバイスアドミラルになったが、 1733年5月5日に、その地位を失った。これは、首相のロバート・ウォルポールが提出した1733年、物品税法に反対したことによる。1735年10月27日には、年功序列で大将に昇進した一方、1730年代には、ケネリ城で庭園を築造した。オーストリア継承戦争中のデッティンゲンの戦いにおいて、 ステアハクは同盟軍を勝利に導いた。カークリストンにある第二代ステアハクの記念碑ウォルボールが首相を辞任した後の1742年3月20日、ステアハクは陸軍元帥に昇進した。1742年4月17日、彼はミノルカ総督に任命され、20日には国事軍の指揮官としてハノーハー軍と オーストリア軍と共に戦うために派遣された。その目的は国事少々を支持し、マリア・テレジアをオーストリア女大公に就かせることにあった。1743年2月28日、南イギリス軍最高司令官に任命され、4月30日に国流騎兵連隊の隊長に再び任命され、6月にはデッティンゲンの戦いで同盟軍を勝利に導いた。9月、 条例を理由に、フランドル軍の指揮から退き、1744年には、軍最高司令官も退いて、ジョージ・ウェードに譲った。1745年6月4日に、スコッツ第二竜気兵連隊の隊長に、1746年6月14日に、海兵隊の将軍に任命された。彼が最も好んだ、居住地は、リンリスゴーシャーの、 カークリストン近くにあるニューリストンであり、彼はそこでフランス風の庭園を築造した。1747年5月9日、エディンバラのクイーンズベリーハウスで亡くなり、カークリストンにある家族のお骨書に埋蔵された。1708年3月、第2代ラウドン伯爵ジェームズ・キャンベルの娘エレノアプリム・ローズ・キャンベルと結婚したが、二人の間に子供はなかった。 ステア博は釈区位を、おいのジョン・ダルリンプルに継承させたかったが、貴族院は1748年5月4日に、ステア博の継承者を指名する権利が、すでに消滅していたことを決議し、伯爵位は、法律上の推定相続人である、ジェームズ・ダルリンプルに継承された。ジョン・ダルリンプルはこの時は継承できなかったが、第4代ステア博の死亡時に、存命の息子がいなかったため、 結局1768年に第5代ステア博になった。サー・ウォルター・スコットの短編小説、マーガレット・おばさんの鏡は第2代ステア博がエレノア・アプリム・ローズ・キャンベルに求婚しようとする時の実話に基づくとされている。ありがとうございます。